選手以外？俺たちも選手だ。中に入れろ。確認済みです。あなたたちの名前は個人戦の選手リストに載っていないし、ここで休んでいる選手たちの関係者でもないでしょ。実力だけで言えば個人戦に出場すべきは俺たちだ。奇襲にさえ合わなければ負けるはずなかったんだ。この休憩室で待っててやるから、今すぐ審判に申した。あなたたち、ほう、会いたくない奴にはよく出会うとはよく言ったもんだな。俺、せっかくまた会えたんだ。ここで一戦交えて、どっちが個人戦出場にふさわしいか確かめようじゃねえか。今やるの？相手にしなくていいですよ。そんなルールはありませんから。負けは負けです。言い訳なんてみっともないですよ。ほら、ボケっとしてないで警備を呼んできてください。ルールなんて知ったこっちゃない。聞かせいやの巡礼は最強の選手を決めるためのものだろう。こいつは運よく俺たちが油断した隙をついただけじゃないか。その通りだ。今こそ正々堂々勝負を。カチーナ、お前らは旅人さん、パイモンちゃん、どうしてここに？お前と話そうと思って来たんだけど、いきなり悪い奴らに絡まれてるとこに出くわすなんてな。おい、カチーナをいじめるならオイラたちが黙ってないぞ。ありがとう。名前もまだ知らないけど、試合が終わった後なら対戦してみてもいいよ。でも今はダメ。次の準備はしたいから。パパやママ、それに私を助けてくれた友達をがっかりさせたくないんだ。いい加減にしてください。この先アビスの前でも油断してたなんて言い訳をするつもりですか？この辺りでやめにしておかないと、今後のキカセイヤの巡礼の出場資格を失いますよ。チッ、今日のところは勘弁してやる。行くぞ。カチーナ、大丈夫か？怪我したりしてないか？うん、おかげで助かったよ。さっきは頭の中が真っ白になっちゃって、どうすればいいかわからなくなっちゃった。絶対うまくやって私の凄さを分からせてやるから。おう、頑張れよ。ここで騒ぎを起こしている人がいると聞きましたが、解決したみたいかな？いつものあれですよ。団体戦に負けた人が結果に納得できなくて忍び込んで個人戦の選手にちょっかいを出していたんです。はあ、栄光は欲しいけど敗北の苦しみには耐えられないって人がいるんだよな。どうか試合に影響がありませんように。そろそろ準備を始めてください。もうすぐ君の番です。もう私の。わかった、すぐ行くよ。じゃあ行ってくるね。さっきの厄介者にはきちんと警告を与えました。これから試合ですから、あまり気になさらないでくださいね。ああいう人は毎年いるんですよ。キカセイヤの巡礼は栄光の象徴ですから、敗退してしまった者たちはあと少しのところで栄光を手に入れられたのにという思いから不平不満を抱くんです。カチーナか。ここに来る前、皆に当たりくじを引いたと言われたが、俺はそうは思っていない。試合に偶然はないからな。本当に噂のようなヘッポコなら、ここに立つことなんざできやしない。初戦があっけなく終わったもんで、まだまだ戦い足りないんだ。お前の実力を見せてみろ。さて、
俺の話は終わりだ。私負けないよ。たくさんの人が応援してくれてるし、それに私は本気で余剰者の戦争に参戦したいの。交流はここまでだ。各自位置について試合開始。負けてしまうとはな。まあいい、少なくともお前の強さを見抜いた俺の目に狂いはなかったようだ。勝者カチーナ選手に盛大な拍手を。一方他の会場では、初勝利だな、カチーナやるじゃないか。どこのガキだい。あんたも余巡者の戦争に出るつもりでいるんだね。悪いけど、ここは通さないよ。あなたは私を知らないんだね。ふん、アテアたちが前線を退いてから私らの代も落ちぶれたもんだよ。まあいい、戦って私の名前を覚えさせてやるさ。さあかかってきな。リリル、リリル、リリル、リリル。聞こえるか、この潮がたぎるような歓声。これが私がここに立っている理由さ。
見直したよ。さっき言ったことは取り消させてくれ。カチーナ、あんたには実力がある。あんたみたいな若者は自分たちで奇跡を起こせるだろう。勝者はカチーナ選手。カチーナ選手、少し休んで最終決戦に備えてくれ。勇者の戦争に参加できるかもしれないよ。それと最後のラウンドの対戦相手は私。なんだって？うん、私もついさっき知ったんだけどね、私たちスコアが近いから、つまり勝った方だけが先に進めるってことになると思う。わらにちゃん、二人で一緒に行きたかったのに。私だってそうだよ。でも仕方ないね。スコアが近い人同士は当たりやすいから。元気出して。戦争は残酷で、アビスは私たちに容赦なんかしない。この場で一番強い者だけが予順者の戦争に参加する資格を得られるんだから、私は全力を出すし、カチーナちゃんにもそうしてほしい。勝ちを譲るのは一種の哀れみだけど、私たちにそんなものはいらないでしょ。さあ、準備はいい？全力で行くよ。うん、それでよし。つまりモアラニとカチーナのどっちかが絶対に負けちゃうってことか。どっちかが必ず勝つの間違いでしょ。どっちが勝ったってめでたいじゃん。どっちが勝ったってきっと嬉しいと思う。カチーナちゃんだって同じ気持ちでしょ。だからあまり深く考えないで対戦を楽しもうよ。旅人パイモン、また試合の後でね。カチーナちゃん、会場で待ってるよ。私だっていっぱい訓練したから。それにモラニちゃんにはたくさん助けてもらったから、ずっと信じ続けてくれてありがとう。今度は私も自分を信じてみるよ。試合で一番大事なのは悔いのないように全力を尽くすことです。
大会もいよいよ最終段階だ。誰が出陣のチャンスを手にするのか、この勝負で決まる。盛大な拍手で迎えてくれ。個人最高成績を収めた児玉ロコ代表、カチーナ選手。となるのは、若くして数々の栄誉を勝ち取ってきた龍泉の州の勇士、ヌアラニ選手。親友同士だという2人が戦いでどんな火花を散らすのか、乞うご期待。散々戦ってきたのにまだ緊張？だってヌアラニちゃんだから。でも最後がヌアラニちゃんでよかった。負けたって悔いはないよ。何言ってるの、カチーナちゃん。譲り合ってる場合じゃないよ。勝利を渇望してるんでしょ。欲しいものを声を大にして主張しなきゃ。勝ちたい。ムアラニちゃん、今度こそ勝つよ。巡礼の勝者はこれで全員決まりだ。盛大な拍手とともに舞台に上がってもらおう。まずは6回連続選出となる火曜区の集いチャスカ選手。一人窮地からの見事な逆転劇を見せてくれた北条の国イアンサ選手。10年ぶりの勝利となる龍泉の州ケウラニ選手。各地の歴戦で名を轟かせるかがり木の民キバング選手。そして強い心を持ち続けサナギを破った児玉の子カチーナ選手。カチーナ、こっちを見てくれ。私、ピカセイヤの巡礼で夢みたい。夢じゃない。お前は自分の力でここまで来たんだ。今回の予巡者の戦争にはこのメンバーで行くんだね。よろしく、カチーナ。ヒカセイヤの巡礼は何度見届けても心が躍るものだ。数えきれないほどの犠牲を乗り越えれば必ず炎のように燃え盛る未来を迎えられるのだと君たちは信じさせてくれた。
戦士たちよ、これは命令であり懇願でもある。アビスを打ち倒し、勝利と栄光をナタにもたらしてくれ。気分じゃないけど、カチーナちゃんのことを思うと嬉しくもなる。はあ、本当に複雑だよね。ってことで気分転換しに行かない？カチーナちゃんたちはこれから予巡者の戦争に行かなきゃだから、私が代わりにナタを案内するよ。リーナ、旅人、お前はどう思う？お、どうしたんだ？正直私もちょっと心配。でも経験豊富な頼もしい仲間がリードしてくれるだろうから、きっと大丈夫だよ。栄誉にはリスクがつきもの。勝利が当たり前のことだったら誰もそれを誇りには思わないでしょ。でもカチーナちゃんがそう簡単に倒れることなんてないって信じてるよ。だってあの子の古名はウッサビーチだもん。まだ流星の州には行ったことないでしょ。ほら、案内してあげる。流星の州は私たちとコホラ竜が共に暮らす部族で、最高のリゾート地でもあるんだ。風習とかいろいろ教えてあげる。きっと気に入ると思うよ。先を越されちまったみたいだな。キニチ、俺も探してたんだ。かがり木の民に招待したいと思ってな。ナタの冒険者協会のほとんどはかがり木の民出身だから、お前らも興味があるかもしれないと思って。ちょっと順番だよ。今回は私が先だからね。ああ、お前に譲る。旅人パイモン、もし時間があったらこっちも見に来てくれ。かがり木の民もお前らを歓迎する。うん、ありがとな。よし、準備ができたら流星の州に出発だよ。やっと着いたぞ。ここがムアラニの故郷の流星の州だな。言っただろう、戦闘が終わった後の温泉は最高だって。あなた、お酒を一本持ってきてちょうだい。一本で足りるのか？二本持ってこよう。夜まではまだまだ時間があるからな。この後、黄金の夕暮れに行かないか？これでこそバカンスって感じ。素敵ね。賑やかだな。モアラに何かお祭りでもやってるのか？毎日をお祭りのように過ごすっていうのが私たちのモットーだよ。毎あちこち見て回らない？案内するよ。どこから行こうかな。花歌レコード、コランチェ広場、選択肢はいっぱいあるけど、やっぱり一番のおすすめはここの名物かな。もちろん温泉だよ。天然温泉は体にいいから、ゆっくり浸かるとぐっすり眠れるんだ。おい、まさか一緒に入るのか？恥ずかしがらないで。ほら、着替えに行こう。ムアラニ？誰？アテアおばさん？おばさんって呼ぶなって言ってんでしょ。そんなに老けて見える？この二人を天然温泉に連れて行こうとしてるのね。うん、紹介するね。こっちは旅人で、隣の小さい子がパイモン。
二人とも灘に来たばっかりだから、ここの風習を体験してもらおうと思って。よろしくな。はじめまして、私はアテア、ムアラニのお隣さんよ。今回のキカ星矢の巡礼じゃカチーナに負けたんだって。あとちょっとで勝てたって。ほんと悔しいな。でもカチーナちゃんに負けたのは仕方ないって思うよ。あの子すごく強いもん。そんなことより温泉温泉。アティアさん、一緒に入ってくるからまた後で。旅人とパイモンに水着を選んであげないと。あ、そういえばお店にちょうどいいのがあったな。ちょっと待ってて。待ちなさい、温泉のルール、まさか忘れたわけじゃないでしょ。え、何のルールって、もしかしてルール？温泉に入るのにルールなんてのがあるのか？外から来た人はそのまま天然温泉に入っちゃいけないの。まずは人工温泉で試練をクリアしてちょうだい。そんな怖いものじゃないの。簡単に言うと、天然温泉の水温はちょっと高いから誰でも耐えられるわけじゃないの。前に旅の人が火傷したことがあって、それでこういうルールが生まれたんだ。外国の人はまずは比較的ぬるい人工温泉を試して、慣れたら天然温泉に入れるってね。でもアテアさん、そこまで厳しくしなくても大丈夫じゃない？この人たちは強いし、あの程度のお湯大したことないと思うけど。温泉を舐めるやつはみんなそう言うけど、気をつけた方がいいと思うわよ。最近の天然温泉は安定してないの。アビス侵入の兆しかもしれない。ちょっと危なそうだな。実はオイラってそこまで強くないし、気をつけた方がいいと思うぞ。用心するに越したことはないわ。私がいる限り危険な目に遭わせたりしない。ムアラニ、まずはお客さんたちには人工温泉に行ってもらいましょう。はいはい、そうするよ。いい子ね。言っとくけど小細工は通用しないわよ。後で人工温泉も見回りするから、もしもあんたの姿が見当たらなかったら、もう家で料理を振る舞ってあげないから。分かってるってば。そういえばアテアさん、体の調子はどう？だいぶ良くなったわよ。じゃなきゃこんな人数の面倒を見る余裕なんてないでしょ。こーらチビども、温泉で遊ぶなって言ったでしょうが。やばい、あのうるさいおばさんがまた来た。逃げろ。待ちなさい、今日こそ説教してあげるから。元気なやつだな。おばさんは流星の州では知らない人がいないほど伝説級にすごい人なんだよ。私がコメを手に入れる前からおばさんは有名な戦士だったの。流星の州には温泉が大好きな女性がいて、よく温泉の集まりを開いてるってみんな知ってるよ。で、この集まりに参加した人を戦友って呼んでるんだ。リリウとかケウラニ、フィチャマとか、みんな尊敬されてる選手だよ。あ、エンジン様もそう。ここで暮らしてたらオイラも毎日温泉に入れそうだな。それでそれで。うん、でもね、ある戦闘でアテアおばさんはアビスの魔物に腹部を貫かれたの。救援が間に合ったおかげで命に別状はなかったけど、もうこの先温泉には入れないって医者に言われたのよ。お湯に浸かるとアビスの力による臓器の侵食が加速して命が削られちゃうんだって。そんなにひどい傷を負ったのか。道理で体に傷跡があるわけだ。一見わからないよね。アテアおばさんは
怪我の話なんてしたことないし、それにたとえ自分が入れなくてももっとたくさんの人に温泉を楽しんでもらいたいって、おばさんはここ数年ずっと人工温泉を掘り続けてるの。これも尊敬してる理由かな。さてこの話はここまで。温泉に連れてってあげるね。もしおばさんが先について私たちがいないのに気づいちゃったら怒るよ。なるほど、いいアイディアだね。気に入った。な、族長は絶対に同意してくれるって言っただろ。じゃあ今すぐ行動しようぜ。絶対に誰にも知られないようにな。はーい、アミナ、キクエル、マロカーン、何してるの？楽しそうじゃん。ムアラニ、おかえり。あれ、その二人は？こっちは旅人とパイモン。大事なお客さんだよ。二人を天然温泉に連れて行こうと思ってたんだけど、アテアおばさんにバレちゃったからこっちに来たんだ。奇遇だね。私たちもちょうどアテアさんの話をしてたんだよ。あのさ、ムアラニ、アテアさんの病気良くなってるみたいだ。気づいてたか？本当？なんでわかるの？お前が外でトレーニングしたり大会に出たりしてる間、アテアさんはよく夜に一人で温泉に行ってたんだ。部族の北の洞窟にある温泉、覚えてるだろ？以前はよく行ってたけど、何かしらの理由で廃棄されたらしい。お前も知ってると思うけど、前はお湯に触れることすらできなかった。それが今は頻繁に温泉に入ってる。これがどういう意味か言うまでもないだろ？だから、アテアさんのために内緒であの廃温泉を改造して、パーティーを開いてやろうって思ってるんだ。族長からも OK が出たし、ムアラニ、あんたも一緒にやってくれよ。もちろん。こういうことするのに私抜きってのはなしでしょ。でも今はもっと重要な用事があるの。温泉が終わったら合流しよう。うんうん、今はお客さんをもてなす方が大事だからね。ここはこの数年で開発したばかりの人工温泉だけど、天然温泉と比べても全然劣らないよ。なんて言ったって私たちの心血が注がれてるからね。気に入ってくれると嬉しいな。それから君たち、アテアさんにサプライズを用意するのはいいけど、見回りの仕事も忘れないでね。アビズはいつ襲ってくるかわからないから、警戒は常に怠らないようにしなくちゃダメだよ。安心してくれ、気をつけとく。それじゃあ先に行ってくるぜ。ムアラニ、後で廃温泉でお茶を。私もこれで失礼するね。楽しんできてちょうだい。やっと温泉の時間だ。水着はバッチリ用意したから更衣室まで案内するよ。心も体もリラックスするでしょ。気持ちいいな。湯気もポカポカだぞ。初めて温泉に入った時、私全然落ち着きがなくってさ、パパとママの目を盗んで熱い浴槽に飛び込んだので、二人がすごく焦って探し回ってくれてるところに、ゆっくりと水面から顔を出したらしいんだ。まだ物心がつく前のことだから後で聞かされた話なんだけど、
面白いよね。ママに似て泳ぎ上手で、初めて泳いだのに自然と潜れちゃったんだって。だからもし泳ぎたくなったら安心して泳いで、何かあったらすぐ助けてあげるから。ほんとか、オイラもやってみ。アテアさん、本当にわざわざ見に来てくれたんだ。ちゃんとここにいてほっとしたよ。牛乳とお菓子を持ってきたからここに置いておくわね。人工温泉はぬるめだから、チビ流ビスケットとグレインチップスを選んだの。食べてみてちょうだい。やったぜ、ありがとな。うまいの。当然よ、私が作ったんだから。温泉の醍醐味を本当に分かっている若い子は少ないのよね。いい？お菓子は温泉の暑さに合わせて選ぶの。浸かる時間も温度によって調整するのよ。温泉に浸かりながら雑念を追い出すの。だから温泉で泳ぐのはとっても失礼な行為よ。真似しないでね。ちぇ？さて、あんたらはここの暑さにも慣れたみたいだから天然温泉に行っても大きな危険はないはずだよ。じゃあ私は行くけど、牛乳を飲むのを忘れないでね。特にムアラに。あんたは小さい頃から牛乳が嫌いで、こっそり温泉に流したりするんだから、私が見ていなくたって。もうそういうことはやめなさいね。わかってるって。そんなこともやってたのかよ、温泉に牛乳を流すなんて。あの時はバレないと思ってたんだけど、水が澄んでるプールだったから目立っちゃって、現行犯で捕まっちゃった。浸かりすぎるとめまいがする人もいるんだけど、大丈夫そう？オイラは大丈夫だぞ。ちょっと食べ過ぎたみたいだけど。体質が温泉に合ってるみたいだね。午後はみんなと一緒に廃温泉を改造しに行くから、君たちにはついていってあげられないや。あいつらのセンス本当に微妙でさ、ほっといたらどんな変なのが出来上がるかわからないんだ。だからごめん。埋め合わせに素敵なお店をいくつか紹介するね。え？うんうん、温泉に入れてもらってお菓子までもらったんだ。オイラたちだって何かの役に立ちたいぜ。困った時はお互い様だろ。じゃないと一方的でちょっと申し訳ないぞ。二人とも本当にありがとう。それじゃあ一緒に空前絶後の最高の温泉パーティーを作り上げようね。よーし、いざ出発。ムアラに、なんでお客様で連れてきたんだよ。手伝いに来たんだぞ。え、そんなのダメだろう。大事なお客さんを働かせるなんて。まあまあ、二人もこう言ってくれてるんだし気楽にやろうよ。改造し終わったら打ち上げを開こう。どこから始めようかな。温泉の湯の出口が詰まっちゃってるみたい。取り除かないと。隅っこのボロボロの箱も捨てるべきだね。カビ臭い。ねえねえ、誰か布地とか木材とか装飾を買ってきてくれない？それとお菓子も。まとめ割りとかもあるはずだから、値引いてもらうのも忘れないでね。え、値段交渉は苦手だぞ。お前が行ってきてくれよ。俺だって無理だぜ。どんなのを買えばいいかもわからないし。じゃあさ、こっちのことは俺たちに任せて、あんたたち3人で買い出しに行ってくるのはどうだ？それもそっか。じゃあ買い出しは任せて。
ついでにお店とかも案内できるしね。じゃあ行ってくるよ。またここに戻ってくるね。一丁やるか。おう。ヒコ星夜の巡礼に参加してきたんですか。うん、でも今年はダメだった。まあ試合に勝ち負けはつきものですからね。気にしない気にしない。さて今日は何を探してるんですか。じゃじゃーん、はいこれリスト。ねえ今日はめちゃくちゃ大きな買い物だから負けてよ。そんなにたくさん。パーティーでも開くんですか。そうだよ。し、ここだけの話だけど、アテアおばさんのために温泉パーティーを準備してるの。アテアさんはもう温泉に入って大丈夫なんですか。よかったですね。そしたら装飾品はおまけで、布地と木材は2割引き。いかがですか。もう一声。あの木材前回見た時からずっと隅っこに置いてあったでしょ。早く処分しないとカビが生えちゃうよ。はいはい、はあ、本当にしょうがない子ですね。住んでくるからちょっと待っててちょうだい。ムアラにやるな。へへん、任せてよ。そうだ、ねえねえ、ここにある石って売り物かな。興味があるんですか。それは安くないですよ。分かってる。これは値切らないから分けて包んでよ。ううん、カチーナちゃんこういうキラキラした小物が好きなんだよ。だから見つけるたびに買ってるんだ。ひとまず置いておいて、カチーナちゃんが買って帰ってきたらプレゼントしようと思って。きっと気に入ってくれると思うよ。お待たせしました。漏れはないかしら、確認してくださいね。どれどれ。ん、ジュースが一箱多いけど。ああそれはおまけです。お代はいりませんよ。7年前、集落にアビスが侵入した時、アテアさんは兄の命を救ってくれました。アテアさんは何もいらないと言ってくれたけど、この恩は忘れません。アテアさんによろしくお伝えくださいね。楽しいパーティーになりますように。絶対に最高に賑やかなパーティーにするから安心して。ありがとね。買い物終わり。ただいま。片付けの方はどう。わー、だいぶ綺麗になったね。詰まりもなんとかできたんだ。お見事。当たり前だ。そこに潜って半日もかけて砂利や泥を取り除いたんだぞ。そっちはどうだ、全部変えたか。えへ、いろいろ買ってきたぞ。洞窟の入り口に置いてある。よし、あと一踏ん張りだ。みんな頑張ろうぜ。私がやるから君たちは少し休んでなよ。タビリト、ちょっと手伝ってくれる。戻ってくる途中に考えたの。ここに綺麗な絵を描いて、お菓子と飲み物をあっちに用意して、どう？悪くないでしょ。ほう、ムアラにやるじゃんか。うちのお店のこともやってるからね。こういう手入れとか整理整頓には自信があるんだ。もちろん
みんなの協力あってこそだけど、でもこんなに遅くまでかかっちゃったのは想定外。今からアテアおばさんを誘うのはさすがに無理だよね。今夜は無理だな。アビスの侵入に備えて族長がパトロール隊を立ち上げたのは知ってるだろ。アテアさんも志願したらしい。で、今夜はアテアさんが担当なんだ。そっか。じゃあサプライズは明日にお預けだね。うん、帰っていいかもね。夜間のパトロールが終わって疲れてるところを温泉に誘ったらきっと喜んでくれるよ。じゃあ今日はこれで解散にしよう。旅人とパイモンも疲れたでしょ。宿まで送ってあげるね。